演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら。はい、では最初に出されるのはこちら、銀だこのたこ焼きとたい焼きです。まあ、なぜたい焼きなのかと言いますと、もちろんおめでたいようにしたいからです。レイヤーおめでたいためにもたい焼きいっぱい食べますよ。ではでもその前にたこ焼きが来ます。やっぱり銀だこって書いてるからみんなたこから食べないとね。ではいただきます。さすが専門店、違いますね。たこ焼き弁当とかの感じ、本当に苦手があったかもしれない。このままカリカリ、中はふっくらね、ソースも濃厚で、タコの食感もちゃんとありました。まあ、最初熱いのを鍋焼きさせていましたけどね。これは本当に安くて、では、いよいよ今回は、金田が主役なんですね。たい焼きいただきます。これ割ったら間違いなく中から漏れてくるパターンだな。漏れるとかわいそうなので、このままいただきます。焼きもサクサクで美味しい。でもクリームはこぼれちゅう。過去で培った技術なのか、外側の皮はパリッパリ、中もあんとやクリームがびっしり入っていましたね。ただクリームの方は中身こぼれ注意ですけどね。あれ、ほんと。では今度はこちら、クロワッサンパイ焼きでーす。さっきのパイ焼きもパリッパリだったけど、これはザラにパリッパリなのかな。ちょっとザラメっぽい感じがしたんですね、表面が。見えます。ではいただきます。こちらは生地を楽しむおめでたい焼きですね。レイはもうおめでたい日々にしたいです。クロワッサンケーキはやっぱりザラメでパリパリと、クロワッサンケーキにふさわしいパリパリと食感なんですが、中の具材がちょっと少なめだったので、こちらは生地を楽しみたい向けの人向けのたい焼きと言えますね。中身を楽しみたい人は普通のたい焼きの方がいいかもしれません。ただこちら最後に食べた限定商品っていうのもあるんですよね。あのストロベリーカスタードのイチゴの甘酸っぱさはとっても良かったです。というわけでたこ焼きはこちら、たい焼きはこちら、クロワッサンたい焼きも、まあ企業さんそういうことでこちらに分数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。